わしが天下御免の YouTuber 前田圭司は、こたびの題目は大河ドラマ青天を衝け重要人物徹底解説。さあということで、こたびも徹底解説をやってまいるわけなんじゃが、前回の人物は平岡円四郎でござった。こたびも幕末編、並びにまあその後にも生きてくる非常に重要な人物を紹介してまいりたい次第じゃ。数多くおる登場人物の中でこたび紹介するは、渋沢栄一のパートナー渋沢喜作はやばい人じゃったという話なんじゃ。さあこれは高良健吾殿が演じております。ずいぶん男前な役者でござるわな。わしも好みじゃこの男は。そういう意味ではござらんぞ。さあこの渋沢栄一のいとこでござる喜作は2歳上でござる。栄一の2歳上、良き相棒として生涯を共にすると、幼少の頃から常に一緒におったっちゅうことで、このドラマにおいておそらく一番出番が多いのかなと。渋沢栄一の次に出番が多いとわしは踏んでおる。ゆえにドラマでは最終話まで隣で活躍する第二の主軸であるとわしは見ておる。渋沢栄一を支える重要人物じゃ。そしてここからが面白いところ。渋沢栄一と渋沢喜作がおれば何でも解決。さあ村で問題が起きた時に栄一と喜作がおれば何でも解決できたという話がよくよく出てくる。ドラマも1話から視聴いたしておると、まさに2人で問題を解決する場面がよく描かれておる。何気ない場面であったりするが、史実通りに栄一と喜作というコンビで描いておる。こちらの見どころ、尊王攘夷運動は喜作が過激な発言、高崎城乗っ取りを考える奇策、外国人留置所の焼き打ちを考える奇策、これドラマ前半戦の最大の見どころでござろう。これは身内に止められて未遂で終わったんじゃ。じゃがもし実行しておれば、まさに今の日の元はなかったと考えてもよかろう。高崎城は井伊直政築城の城郭だで、井伊直弼の敵対関係を考えると非常に面白い構図になっておる。のうみな安政の大国とかわかるじゃろ。ちなみに高崎城の前身は和田城と申して、小田原攻め1590年天正18年の折じゃ。我ら前田軍が攻めた城で落城しておる。ちとわしにも関わりがある城郭なんじゃ。広い城郭で今でもそこの5万坪を誇る。まあ話が折れたが、この渋沢喜作、後になんと徳川慶喜様の奥右筆になる。これ右筆というのは戦国時代からござる役職で、主君の代わりに文を書いたりと秘書的な仕事と考えてもらいたい。奥右筆もほぼ変わらぬ仕事である。故に徳川慶喜様にとって喜作は自信を持って外に出せる優秀な家臣であったということなんじゃ。栄一ばかし取り上げられておるが、渋沢喜作も誠にすごい男なんじゃ。戊辰戦争では徳川慶喜様を警護する隊長に務める。喜作は最後まで逃げずに函館戦争まで参陣、最後は政府軍に降伏し投獄。社会復帰をする頃合いには渋沢栄一は政府の大蔵省で働いておってな、これは幕府の中枢じゃ。栄一の仲介で喜作も大蔵省に入る、いわばコネ入社、後輩になってしまうということで、なんとこれ不服に感じる喜作。栄一が後にこれを実際に語っとるんじゃな。喜作は、なぜわしが喜作の後輩なんだで、2歳年上でずっとお前さんと一緒にやってきたのに、まあまあそう言わんでもな、わしのおかげで大蔵省入れたんだでっちゅうな、まあ、こういうのが話が実際残っとんじゃ。ほいで明治以降での見どころ、喜作の失敗劇。渋沢喜作は度重なる失敗をする。事業を立ち上げるもコツコツ積み重ねる気質ではなく、一発大勝負が好きな性格ゆえに大損する。まあちょっとこれわしに近いやもしれんな。なんとその金額4億円、それを渋沢栄一が面倒を見たんじゃ。ここからがさらにすごい。他事業も賭けに出てしまい7億円の布石。どうじゃ皆の衆。そして渋沢栄一、これも面倒を見る。どんだけええやつなんじゃ渋沢栄一は。もう渋沢栄一がやはり株が上がってしまう。喜作は今で言う体育会系ノリで男気あふれる人間なのが分かったでござろう。
渋沢栄一の最初から最後まで隣に居続けた相棒、最後までどう描かれるか楽しみでござる。今現在ドラマの方ではやはり腕っぷしの良いキャラクター、腕っぷしのポジションを確立するように見え申す。ここからさらにどう変わっていき、栄一を困らせながらもどう支えていくのかという点じゃな。では皆の衆、また会おう。 YouTube おぬし、チャンネル登録をいたせ。